ウイスターはヤマハ発動機が製造を販売しているクルーザータイプのオートバイシリーズ。北米市場向けの輸出専用モデル名称として排気量別に数車種が販売されている。本校では北米市場を中心としたスターモーターサイクルズブランドについても合わせて解説する。 V スターシリーズは北米市場専用の車種名である。日本国内使用モデルや欧州一般使用モデルとは異なる名称を販売名とし、主に x v s 系モデルからなる独自のシリーズを展開している。シリーズのラインナップとしては、1996年に発売された 1100cc クラスと 650cc クラスのドラッグスター2008年モデルから、 名称変更を受けた 250cc クラスのビラーを2007年モデルとして登場した 1300cc クラスと2009年モデルとして登場した 950cc クラスのミッドナイトスターなどこれらのモデルを統合することにより構成されている V スター1300純正 cc バーと非純正ウィンドシールドを装備以下に示す年は原則として年モデルを指す 使用変更なしで継続販売された場合は時。スターモーターサイクルズは2005年より始動した、ヤマハ USA のクルーザーモデル専用ブランドである。従来のロイヤルスター、ロードスター、V スター、ビラーゴ、VMAX のラインナップ構成を刷新し、1900cc クラスのロードライナーとストラトライナーを加え、XV1700 シリーズのオーリアを、 ロードスターから独立させた新ラインナップで構成された。後に 1300cc クラスと 950cc クラスのブースターを加え、XV1900 系の派生モデルとなるレーダー、XVS1300 系の派生モデルとなるストライカーなどが登場した。また2013年には日本国内仕様としても発売された 950cc クラスの新型キッシュボルトが、 ラインナップに加わっている。以下に示す。年は原則として年モデルを指す。仕様変更なしで継続販売された場合は時。ありがとうございます。